さあ、今年最後の、モンストニュースですね。いや、これはもう新春キャラは100%かって。おお、これは新しく新人に、新春を任せるという運営さんの。いや、な子さんの人たち誰も呼ばないんだ。ま、コラボじゃないからみたいなのあるかもしれないね。はい。さあ、行きましょう。目次の量も気になるね。うわぁお <laughs> で、 えーっと、重心化回だね。あ、こんな最初に持ってくるんだ。でね、特別なガチャ目でで、そして新春だね。オラコインイベントに、霊絶。で、あとは1月前半は、まあ、いつも通り、普通のモンストオリジナルシーンだね。いや、これの内容が、一体どうなっているのかっていうところですね。獣神いや、ここで重心化回持ってくるってことは、やっぱあれだね。あの、なんていうか、盛り上がるような感じの流れを作っているみたいな、多分そんな感じなのかな。それともなんかすごいキャラが重心化回とか え私、ミネルバにさ、あんまりどういうキャラだったっけっていう記憶の、なんか雷を落とす SS じゃなかったっけ反射のバランスクリティカル、で、原則壁にブロックにワープありますよ。んいやー、これちょっとどこで使えばいいのかわかんないっすね <laughs>。あと、鳥獣封じ持ってるけど、これが刺さってつえってなった記憶あんまりないんだよな。そういうところで、まあクロス分身だとか色々あるけど、多分使うとこそんなすごいとこあるわけじゃないよね。なので、まあ。 いわゆる普通の重心化会みたいな感じになってるかなキラーがたった時に輝くね。トリココラボとか来たら輝くかもしんない。もう一体、もう一体いますということで、まあ、もう一体か。ああ。でもミネルが出してきたから、工場とかもう一体。うん、いや、これは限定だ、うん、ムービーあるもん雪 <laughs> あれ、クリスマス弁財天とかありえますそしたら。え熊出てくる あれアナスタシアかあ、アナスタシアじゃないこれ頭にこのシルクハットじゃないやシェフの棒かぶってるのってえアナスタシアじゃないのこれんあれこれあ、やっぱアナスタシアあ、やっぱこの声アナスタシアやんええへへへもうはいやいや、君ちょっと順番すっ飛ばしすぎでしょうわぁ重心つあ、もうこんな時代か <laughs> うわぁ、重心化限定、もう今年から買い来ちゃった。しかもこれ多分分岐じゃないよね、見た目的に。あれら、あれら二つ混ぜ合わせられなくねえー、じゃあ来年もアルセーヌ確定じゃんもうマナとアルセーヌ確定やで、これ。いや、アナスタシア、どっち形態になってくんだろう貫通、アジン、砲撃。あ、じゃあ。 いや、どっちも砲撃か、あれ。貫通アジン砲撃。で、ブロック魔法人、転送壁。うわ、転送壁もらえてる。で、貫通だから、あれあそこいけるよねそしたらママゴアシで、超短縮に重力も持ってますよ。油ー物、おいえる。ああパワーオーラ M 来ちゃったで、いや、やべえでしょ、このアビリティの数。で、えっ、ー、と、アジン以外のキャラを含まない、または、砲撃型以外のキャラを含まない。んってことは、 アジンのみの編成にするか、砲撃のみの編成にするっていう。うわ、これ結構、えそしたらルシファーと割と似通ってる形になるか。で、SS が、友情コンボの威力一定期間分プ。で、20ターンで確か初 あれ初めてじゃなかったっけ前の話たちも20ターンだったかなだから結構前確か友情コンボ1.8倍がバフとして乗るんですけど、いや、これ、もしかしたら高いバフになってんのかなで、友情コンボが、全敵ロックコンレーザー EL と白バ発まあ、よく見かけるやつだけど、ここに友情物ブス EL、パワーオーラ M がつくんで、威力は6倍です。6倍。<laughs> レーザー通るやつこれ消し飛ばされるんじゃねえのうわ、これ しかも貫通でしょこれ多分コネショ案件ワンチャンありえるないや、これ結構、つうか、めちゃめちゃやべえ気がするんだが。あれ、ママゴワシって確か貫通の転送だけで、他何も、いらない。捨ててしまおうでよかったよね。 よね。ママごわ見てきたけど、転送壁貫通でよかったから、まあ、ブロック持ってるってことは、これ意外とこいつ使えるんじゃない殴りに関してはパワーオーラ M あるから、ある程度ごまかせるでしょだから、雑魚処理要因と友情等要因で、意外といけそうな気がするんだよな、これ。もう、いや、これ結構やべえ気がする <laughs>。これ結構やべえ気がする。いや、これがモンストニュースフラッシュなかった枠みたいな感じになってんのかないや、このキャラ結構楽しみね。あと、超短縮持ってるから、SS のバフはほぼほぼ確実にこれ永続で、 回せるんじゃないのかなと私は思うんで、すごいぶっ壊れだと思います。いや、これ夜でしょ。夜。おーいや、やっぱフラッシュ枠だねいや、これは多分、強えぞっていうか、バフを高速で回せる時点で、2段階目も伸びてるって言ってたから、いや、これは、やべえんじゃねえのかなと思うんですよね。で、特別なガチャですね。何がやってくるかな オンリーは振り返りこれは多分今までと同じ的な流れかなさすがにうんまあオンリーアルファは10連のみのえーっと出てくるキャラはアルファのみだから今のアルファって確か50体か60体ぐらいいるはずなんでまあちょっとなかなか狙うのは難しいかなみたいな一点狙いは。 ただワンチャンニュートンアルファが出てくるかもしれないようだね <laughs> 新春で潰される可能性あるけど続きましてこちら で、発言確定アルファは、まあ、よく未開の第一でやれる発言確定の内容としては一緒なんですけど、限定キャラも対象なんで、工場はもう大体持ってるけど、限定持ってねえみたいな人は、このガチャ引くと、限定出る確率がめちゃめちゃ高いっていう旨味のあるガチャ。まあ、基本的にみんな工場も限定も,もなかなか持ってないみたいなパターン多いと思うんで、スルーが、 いいと思うけど、そういう、ごく一部の工場を、ほぼほぼ全部持ってるっていう人は、このガチャ、引くと、まあ、一体確定で発言は出てくるんで、ありだよっていう感じだね。続きましてこちらで、2023年そうね、振り返りガチャです,りりすあ、これはいろんなところで、わ、あの、言ってたけど、まあ、振り返りガチャっていう、この、2023年の1月から6月に新規で実装されたキャラ。で、7月から12月に新規で実装されたキャラしか、 出てこないかじゃね、対象数とかは前ちょっと動画で出したような気がするけど、おのの30体ぐらいしかいなかったはずだから、結構、その、引く価値はね、やっぱ新春前とはいえ、ありな可能性高いんですよね。まあ一日引けるんで、まあいろんな人のガチャ結果見て引くかどうか決めるのがいいかな。で、注意点としては、この後半のやつだけ引くっていうのもでね、前半を引いたら、後半が引けるようになりますよっていう仕組みになってるんで、引くんだったら、 20連分、石100個用意しておかないとちょっともったいないかな、みたいな感じになってるかな。いや、でもこれを、ちょっと対象、私の動画出した時も増えてるはずだから、クリームととか、ちょっとその辺まとめて、まあ、引くべきかどうかみたいな感じの、ちょっと考えておきたいっすね。こちら、2回引ける星お、オールスター。ゃこれって確か、え、どんな仕様だったっけえっ、ー、と、10連目で、 星62体確定。で、ほ、20連目は星6キャラが3体確定。で、1体はランダムだけど、限定キャラが1体混ざってますよっていうところで、多分変わってないかなそうだね。星6キャラが重心化の場合、レベル挑戦系がよ、うわあ重心化回だったらコネショ解放ですとか、そういうのちょっと期待してたんだけど、多分これって昔と、 同じ仕様になってるよね。一応20連したら、あの限定キャラがランダムで1体出てくるっていう仕様になってるんですけど、まあ、モンストの限定はもう110体ぐらいいるはずだから、めちゃめちゃ闇なめなんで、まあ、ここにいるようなネオとかファウスト狙って引いても、まあ、それは110分の1ですよ、みたいな、そんな感じになってる。でもだ、新春前だからね、振り返りも引いて、これも引くと、ま、石を4、200個 消費するわけだから、まあなかなか新春の玉が減るんで、よほどオーブをなんか1万個とか持ってるしてない限りは、両方引くっていうのは、ね、なかなかできないことにはなってるんじゃないかな。でも、振り返り引くのはなかなかおすすめかなと思うけどね、手持ちによるけど。まあそんな感じで、残ってるガチャは何かなああ、これは引かなくていいっすね。はい、ねね、そうですね。あ、あ あ、あ、やべえ、これ、もう、これ、いや、そう。<laughs> アナスタシア混ざってるなーって思ってボケーと見てたけど、あ、そっか、劇中卒業するんだっけ多分アナスタシアって確か卒業対象だったよね。あ、じゃあアナスタシア持ってなくて、うまみでけえガチャで引こうと思ったら、ここしかねえのか。うわー、上さん、そ、せっせっせ、せせせこいで。続いて、4、さあ、来ました来年のモンストを、歴史を作る新限定 属性とどういう性能になっているのか、名前と声優さんも気になるところですね。ああ、おまけかね。そう、新春獣神祭はね、あの、そういう新限定やってくるだけじゃなくて、ここだけ、いつもだったらダイヤとか根気しかないものだけど、アイテムももらえるんですよね。で、もらえるアイテムは多分変わっ ってないはずかなそうね。まあ、ベル、ビスケット、ミラクルミン、ワカク,クミン、スタミナミンとかいろんなものが10年の副産物として出てくるんで、まあ、貯めておきましょうって言ったのは、ここもあるんですよね。これで思いっきりガチャった人とガチャってない人で、結構アイテムに差がつくことがあるから、まあ、そういうところも含めて、また、あ、皆さん多分ある程度は貯め込んでると思います。ああ、やってるこす。こちらをご覧ください。さあ、まずはムービーだね。まあ、これはちょっと私多分流せないけど、あ、もう火だ、これ。火だ、火絶対火じゃん。<laughs> <laughs> これで火じゃないことありますみたいなおバイク刀名前はどんな感じあれこれまどかの声優さんか結城あおいさんだっけ間違ってたらちょっと恥ずかしいないやーこれは引きてーな見た目だけで私引きてちょっと刀持ってるキャラは私結構好みだから <laughs> <laughs> ていう三笘つくにと結構あれだなバイクとかいろいろ被せてきたけどあでもイラストにはバイクないのか絶対右が砲撃で左殴りでしょなんとなく見た目で分かるねでもあと今回刀身がめち,めちゃめちゃ高いパターンだねいやーこれ聞きてえなー見た目的な意味でもうわーこのこれでいいよこれ いや、この武器は勝っちゃう。こういうね。ごちゃごちゃしてるの男の子は大好きなんです。あー、でもこうやってイラスト全部見ると、ちゃんと背中にこれ。いや、これですよ、これ。男の子はこういうのが。<laughs> こういうのは大好きなんです。で、やっぱ真珠真化になってんのね。まあ、そこはやっぱり、マギアの系譜を引き継いでるのか。はい。どんな感じかなはい、左側。あ、バランス型だ。左、反射、バランス、ガイド。あ、でもサムライズが、サマズとやっぱ共有してんね。で ダメを地雷ブロックあ超転送かび来たー <laughs> でも全然全然予想と合ってないですえー、っとでファーストキライムおこれはちょっと合ってたんじゃないで攻撃力チャージえー、でショットスキル <laughs> ほらほらね新春はぶっ壊れなんすよじゃもう弱点を全てのショットスキルでやっちゃったら終わりでしょえはいで明日ス,スキルがマ、ま、ボスマップ 開開始始時時各ボスマップ開始時に SS をっ,たってうわーやっぱ私盛り足りなかったこれ結構持ったりしちゃった思ったけど、本物はやっぱもっと持ってますで、SS が12プラス8ターンで自強化して、自身を一定ターンバブリー状態。おうちょあ、でも、自強化バブリーかああなるほどこれね、今までのバブリー状態するキャラは、あのー、そうね、エンマとかもそうだけど、バブリー状態のみだったから、自強化バブリーは多分初じゃないのかなで、友情コンボが 防御ダウン弾と、全、超強全敵貫通ロック音消費、まあま、この防御ダウン弾っていうのが、新しい友情になってんね。ま、あ全敵貫通はそのまま強くなってでしょ。マーク的にはなんかダ、いつも見かけるダンク系のやつとはなんか違うけど、ロックオンマークついてるから、ロックオンみたいな感じなのかな。で、これをじゃあ性能を真面目に見ていって、どこで使えるのかっていうのを考えていくと、えー、っと、え、でも反射のブロックでしょんいや、これもしかしてあれか、冷絶に刺さるパターンじゃねえの。<laughs> あれ、でも多分これ今、 今これ多分刺さるとこないよね。ちょっと図鑑見てきます。そうよね。多分ないはずよね。なので、まぁ、あ、ちょっと今すぐどこで使うんだっていうのはあるけど、まぁ、あ、これが多分冷絶に刺さってくるんじゃないかな。まぁ、あ、ちょっとこっからは新しいアンチアビの運営さんの解説聞いてみようかな。まあ、ゲージなしの6アビって、あ、えーま、そんなこと運営さんできるんだ。 いやこれは多分予想できた人いないでしょモンストの常識壊してるもんニューついてるところでご紹介していきたいと思うんですけれどもはい超アンチ転層壁こちらなんですが転層壁に触れると一回だけ HP が一万五千回復ああします一回だけそうなんですよ一回目に触れたまあ一回だけ HP が回復しますのでまあ HP 管理もしっかりしやすいものとなっておりますえ あれあれえ、そん、ええ転送壁に触れたら今ヒットポイント1万5000回復って言ったのね、聞き間違いじゃないよねええつ、強いのか <laughs> ちょっと待って、私が何か強さを見出せてない可能性ある、これに。え転送壁4面に触れたら6万回復するとかだったらぶっかりだけど、今の口ぶり的に多分、4回振りようが1回振りようが1万5000で一緒みたいな多分、それであってそうよね、きっと。 多分冷蔵がヒットポイントきついみたいな感じなのかな。で、攻撃力チャージ、これをこちらがですね、うん、3体目に触れた味方の攻撃力が一定期間1.5倍になる。うん おおぉバ,バフだふ <laughs> バ,バフだえ、じゃあこれでいいじゃんまあ、ちょっと2倍と言ってこないです。いや、これ。うわーついに来ちゃった !S、あ、そっか、SS タンチャージとかと同じ系譜か。なるほどね。だ、今度からもしかしたら防御力チャージとか友情チャージとか、そういうこともやってくる可能性もあるのか。なるほど、チャージがついてきたら3体目に何かしますよっていう感じになってるね。 でそれ以外だと、あとはやっぱ防御ダ打運ン弾の使用か。いや、攻撃力チャージ、これシンプルだけど、多分つ、いや、し弱いわけねえんだよな。1.5倍攻撃力上げますよで <laughs>。実質、全属性キラが付与だもんね。だからこれは、まあ、やばいでしょうね。あとは何順続くかっていうのが気になるところかな。皆さん映像を見ていいいたただきたいと思います映像あるね。こちらち防御ダ打運ン弾でしょう。マーク違うから、多分ダンクとは違うから。らロックオン形式のダンク、あれかな。いや、違うな。敵に飛んで なんか普通に、ん普通に弾みたいなもの飛んでったよね。えー、おうん。んなんか弾みたいなもの飛ばしてるよね、この人。ーえー、うん。おうん。なんか、なんか弾みたいなもの吹き飛ばしてるね。えー、なんか、そんなに大きいなこのぐらいかな大きさ的には。おー、なん, <laughs> なんか、すげえ、機弾みたいな,なんか貫通機弾みたいなイメージでいいのかな。で、近くの敵に対してこれを放ってくれるよう、ファーストキラー M と、 あとは、超バランスはならないね。無属性の攻撃だから。どうなんだろうまあ、防御ダウンの倍率が、あのー、超強防御ダウンブラストとかもあるはずだから、あれよりかはきっと高いと思うんだけど、まあ、これだけじゃちょっと読み取れないっすね。威力の強さに関しては <laughs>。なんで、まあ、これであらかた性能は分かってきたから。でもこれ、そうなると、冷絶に刺さんないと、めちゃめちゃポテンシャルは高いけどっていうキャラには、やっぱなっちゃいそうなんで、まあ、冷絶はほぼほぼ確実でしょうね。で、使ってみた動画のこれ、 もう完全に。 か、<laughs> 艦隊で組むこと想定されているとか,か、これって相性のいいキャラいるもう多分私の中でこれもう艦隊で良くねってめちゃめちゃ思ってんだけど。なんか変に、中途半端なキャラを攻撃力チャージで1.5倍するんだったら、もうマサムネ自体をたくさん積みまくって、1.5倍した方がいいんじゃねえのって、<laughs> めちゃめちゃ私思う。だと弱点露出もさ、あのー、2体編成してマサムネ2体しかできませんよじゃなくて、あ、でも継続したら別かな。ま、さすがに継続はしないと思うけど。だから、 マイターン弱点露出できた方が強くねみたいな。で、あと、SS がさ、これ一定期間バブリー状態なんですよね。だから、ショットスキルって SS とは同時併用できないっていう弱点があるんですけど、これね、SS 普通に使います。で、次のターンは普通に動くから、ショットスキルと SS を多分合わせて使えるんじゃねえのかなと思うんですよね。だからバブリー状態弱点露出殴りみたいな。<laughs> ファーストキラーもあるから、まあ、この辺はすげえ噛み合ってるね。いや、これ、 いや、強そうだけどどうなんだろうヤクモとかと多分みんなの比較対象になるから、ヤクモに比べると多分突破力的な感じではどうなんだね壁ドン大号令でボーンみたいなのは、マサムネできるような気があんまりしないから、スペックの高さはわかるけど、どうなんだろう今までヤクモでできてたことは、 多分このキャラにはできないから、まあまた、ネオン、ヤクモが実装された時に、ネオより強いのか弱いのか議論と一緒で、多分並び立つぐらいの強さになるのかな。あとはやっぱりバランス型よね。梅さん、やっぱスピード型をなんか意識してるみたいなこと言ったけど、ここはバランス型だから、やっぱ冷絶に噛ませてるパターン多いんじゃねえのかなって、これ私予想しとか、冷絶はだって、 あの、属性効果1.5倍超バラかどうかで変わるんで、あの、超絶アップだから、多分そこを意識してバランス特化になったんじゃないのかなと、予想しておきます。まあ、そこは多分、組み合わせて強いタイプになってくるのかな。まあ、これに例えば役も組み合わせて、役もで1.5倍してぶっ飛ばしたら<笑><笑>、まあ、まあ、ぶっ壊れみたいな感じになるわね。さあ、ではこちら。まあ、このキャラに関しては、砲撃型確定でしょうね、さすがに。そこで逆張りはしないと思うので、ね、そうねお、来た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 で、貫通、侍、 攻撃。あ、ゆっくりじゃなくて普通にシールドなのか。で、これは確か私、あ、あれそうね。貫通攻撃は出て,てたから。らで、超重力、ワープ、ブロック。で、超転送壁は一緒か。重力ワープブロック転送壁。重力ワープブロック転送壁って、多分、 えエリミネーターとかあの辺がパッとよぎるけど、ま、あ転送壁持ってるからこの後もなんか色々使えるとかあんのかななので、ま、あそんな感じのね。あとは結構役元被ってるね。状態上レジスト、超短縮。で、あ、これは私当たってるわあのー、スワビにキラー系とか友情強化系何もつけないで、コピーで遊ばせたいっていう,う。これは私当てましたね、一応。で、ショットスキル。<laughs> いや、いや、チートやんけいやー、ちょっとやっちゃダメでしょ、それえ <laughs> あ,あ、いや、いや、こんな、こんな予想の時にこんなんいたらコメント欄で叩かれるわ。いや、それしたらモンスト終わりでしょって。もうモンストの常識壊しちゃってるよ。で、SS じゃない、アシストスキルが各マップ開始時に一定期間バブリー状態になる。あ、だから仲間にバブリー状態を付与するってことね。あ、じゃあ引っ張り友情系なのかな で、えっと、一応これだから、ショット中は無敵状態だから、あの、ダメ男とか、地雷とか、そのダメージを食らうギミックに関しては、このキャラは無双できますよと。で、ダメージオールのクエストに関しては、あの、無敵になれるからダメージ食らわないんで、もう実質、 アンチダメージウォール持ちみたいな。で、地雷だけは多分踏んじゃうから爆発させるんで、仲間が食らうから連れてったらダメよみたいな感じだね。あとは、これパッと思いついたデメリットだけど、無敵っていうのがさ、多分自傷クエストとかでは使えないんじゃないのかなっていうのは、私ちょっと思ってる。だって無敵だもん。無敵でダメージ食らう、自傷でダメージ食らったら終わりだから、多分このキャラ自傷クエストではガチポンコツキャラになるんじゃ、<laughs> ねえのかなと思ってる。でも逆に言うと、これ、天馬さんとかで、あのー、 天馬さんとかでさ、これ、無敵状態だったらさ、あ、でもあれか、さすがにきついか、普通にダメージ食らうし。まあだからそういういろんな面白い使い方ありそうね。で、SS が、大号令。えっ、ー、と、12プラス12。敵を動かし撃ち込む。おここは一応当たってる。で、 停止後に再、ああそっちかそうだそっちがあった <laughs> そう、そうだキアキングダムのあの人とか、あと他になんだっけまあ、あ再装 SS だね、いわゆる。だ、大号令もう一回動かすやつだねまあ、これが弱えわけねえんだわ。でもそれ以外の効果は何もないんで、壁ドンとかそういうものがないと。あとは貫通大号令って私そんなに強いイメージないんで、ま、あ多分このキャラはぶち壊してくれるでしょう。 で、友情コンボが、超強バウンドヒールと、スピニングブレイド。ま、あこれはもう完全によくわかんないですね。<laughs> これはもう映像見ないと何もわからん。で、回復能力持ってるから、これに関しては、あれなのかなあのー、なんか回復、そのショットチューム敵状態でダメージ食らっても、このキャラ編成しておくことで回復できますよ、みたいな感じかもしれないね。まあ、とりあえず友情コンボの映像はきっとあるでしょ。 でまあその友情コンボですよね。うん、なんか冷やつけバブリー状態で引っ張なんか動かしやすくなりますみたいなこと言ってだから。ま、うん、あ味方に赤い大きなスピニングブレードを付与されます。でそれが近くの敵に飛んでいくんですけれども、それが壁をすり抜けてまた反対側からスピニングブレードが出てくる。あ、え、そうなんです。あ、どどういうことだってばよ。 うんう味方に赤いよいやわからん何が起こってんじゃんこれほいおい壁すり抜けてえこれ誰から撃ってるんこれ悟空が撃ってるえあ、だからリフレクションリングはキャラからあのー、動いてる味方に向かって追従する動きじゃないですかでも多分これって って、わ、見てる感じ、ええー、と、味方に触れるじゃないですか。そしたら、 キャラ、その、悟空だね、今これ。動いてる悟空に、悟空から多分近い敵に向かって、リフレクションリングを出してる。で、それが、まあ、壁をすり抜けて、まあ、こんな感じで、でっかいものが出してますよと。あー、じゃあ、弱点カンカンとかしてる時に、リフレクション、まあ、やってると、すごい、いけそうなのとか、あとは、例えば、ボスが、こうやって、真ん中にいたとするじゃないですか。で、縦カンで、こうやって、貫通とかだったら、こうやって、ザシュザャス縦にやってると、リフレクションリング、ネオとかだったら、こうやって出したり、こうやって出したりで、ボスにあんまり、 当たらないパターンみたいなのが結構あったと思うけど、今回の場合は、縦にそのまま縦缶してるキャラからボスに向かって出てるんで、まあ、それがウォールスルーでこのままごちゃごちゃ,ごちゃしててよくわかんないけど、まあ、縦にそのまま当たるんで、より単体火力も出しやすくなってるみたいなイメージで合ってるのかなで、あと、もうこれやっぱ完全に、ここだけは一応合ってたね。コピー <laughs>、コピー <laughs>、コピーで遊ばせたいみたいな。あとはこのアンチアビーでコピー枠持ってるキャラなんかいたっけちょっとパッと出てこないけど、まあワープブロックとかだったら、 あのー、あれ。さっき魅クとかもいたはずだし、やっぱかなり意識してそうね。で、ダメオ地雷だったらショットチューム的意識してワトソンと組み合わせられるよ、みたいな。だからその辺だけは一応当た,たった、当たった当 <laughs> たったって言っていいのか <laughs>。わかんないけど。でもこれセレナーデをさ、こんな簡単に消し飛ばすことってなかなかないはずだから、多分威力がシンプルにアゴだと思うんだけど、うんうん、そうね、多分セレナーデってこんなシンプル、そうね、だって一撃でなんか、 アホみたいに削れてもてその辺の友情でこんなに削れないはずだから、多分やべえ威力じゃねえのかなと思うんだよで、それをまた私たちはコピって遊べるわけでしょ。いや多分これ今まであ、あの、できなかった友情コンボを壊すところをきっと天馬とかであるんじゃねえのかなこのキャラをコピって連れていくことで、この天馬は壊れますみたいな。なんだ、どっかそれあるかもしれないね。それ結構気になる的な案件だわ。 で、それ以外だとやっぱアシストスキルでバブリー状態は引っ張りハンティングの友情みたいなんで多分動いてる間ずっと出続けるんじゃないのかなとも思うんだけどねあ。この辺もだから要検証みたいな感じかな。だからやっぱこのキャラ艦隊でも超強いと思うけど多分組み合わせて使ってねみたいなのを意識してんじゃないのかなともね。あとはダメージ食らってもバウンドヒールあるからこれの回復量私詳しく知らないけど、まあ、それなりに確か回復できたはずなんで まあ、強いでしょうね、うん。使ってみた動画でやっぱどういう風になってるかだね、あとは。あ、アニメもやるんだ。前回は確か PV だけのアニメだったけど、今回はしっかりアニメやるみたいね。なんでこれを見て、まあ引くモチベを上げておきましょう、みたいな。<laughs> そんな感じになってるわ。 最新おお、ああ、来たあ今年アルセールなんだ <laughs> いや、ごめん、なんか昔コメントでハレリアかなーみたいなことで、いや、男は嫌だみたいなコメントあったから、いや、そういう人は大喜びでしょうね。いやでも私、この人の声好きだから、いや、これの別バージョン、ガンダムモード、いや、ガンダムじゃねえ。ど <laughs> う、ね、にガンダムが囚われてたガン、あ、ガンタンね、はい、はいはいはい、そういうことですね。おおあー、ごめん、ね <laughs> <laughs> いやこれはもう逆だね逆もう男の人も女の子の喜ぶ人もこれはもう大喜びみたいなしかもじゃあ今回アルセーヌもうアナスタシア来たからアルセーヌが多分どっかのタイミングで来年重心化回数の確定だからあしかも期間長っえうわこれうわーこれなんかの服 絶対伸ばしてるもんいや今までの上さん絶対こなくしまうもんきっとなんかコラボとかと重ねてコラボの情報確かガンダムコラボしょそっこで発表されたからないやこれ引くかガンダムどっち引くみたいないや多分そんな感じになるかもしんないまあ一応みんな我慢できないと思うけど一応1月7日ギリギリまで待っといた方がいろんな情報見れるんでいいと思うけどまあ多分皆さん待てないし私も待てないんで1月一日からガチャ引きますじゃあ年越しイベントかうああもう <laughs> 割と体力を使い切った感があるそして続いてこちら「トクエルの園」などのキャンペーンあ来たトクエルの園あでも1月1日のあれなんだあれマサムネ有利な感じじゃないんだねまあ、そこら辺あんま意識しなくていいか神殿だしなトクエルの園は まぁちょっと調べたら出てくるけど、特るしか出てこない。めちゃめちゃモンスト激アツな神殿なんで、ちゃんとみんな毎日欠かさず頑張りましょう。頑張る人は、ノラマルチのゲストとか、頑張ると、これ無限にできるんで、なん頑張っていただきたいですね、みたいな。いや、そんな感じになっちゃう。まぁ、あ、これでマサムネ厳選は余裕でできるね。そして続きまして、こちら。 ログインでプレゼント。うん、期間中。お、ログインすると。<お>いやあ、石何個？引き換え券二枚を。五十個、五十個石です。五十個分。とりあえずこれで、まあチケットだからちょっとあれだけど、まあどうせ皆さん新春で全部あ,あ,あの放出するはずだから、<laughs> 放出した人はこれ使えばいいし、あのさスタとマ、まあ、サムネ出て溜まってる人は溜めておけばいいよみたいな。うん、あと一月一日こちらことぶき万歳に。あはいはいはい。まあそれはまあ記念品だね。六。 オラコインイベントを開催ということでこ、オラコインイベントは、まあ、大体いつもこれ、うまいイベントだもんね。で、期間が、1月1日から9日。やっぱりなんか1月前半に情報集約してるから、後半コラボじゃないの <laughs> いつも <laughs>、いつも通りどういうアイテムかなまあ、こういうの結構うまいもん多いからね。まずはやっぱボイスセットだね。ボイスセットはもう絶対に交換だね。特にマサムネは、あの、ここで交換しておかないと、まあ、今回、今回新春で引けなくても、 後々引いた時にボイスないからあのそこはちゃんとね交換しておきましょうであとはあコネショあるコネショ便利で先継の書ステッキ絵の書新獣神曲も絶対これやっておかないと いやだからそういうこの辺と、この辺は、まあやっておかないとね。で、あと、めちゃめちゃ時間が、まあ冬休みとかでモンストやりまくれるよっていう人は、このリュウコ、流行、あの、たくさん運曲作っておけば、ラック控えの弾とか、運曲数とかも稼げるんで、まあ一気にその辺はかどりますよみたいな、そんな感じになってんね。まあオラコインイベントはガチったらガチっただけ、結構旨味あるイベントなんで、まあちゃんと頑張りましょう。頑張れない人も、ボイスセットとかコネショとかは、まあ交換しておきたいね。でも危ないね続きましてこちらです。 デイリーミッションも開催となりますごめん <laughs> 石やった <laughs> ありがとう、上さんいや、でもこれあれだね。昔なんかこの仕様あったな。あのね、これ。 一気に交換じゃないですよ。毎日、毎日コツコツログインして、1日2000枚、オラコイン集めます。2000枚って言うとなんか多そうに聞こえるけど、クエスト1回クリアしたら余裕で貯まるレベルなんで、まあ1日1回ログインして、オラコインのクエストクリアしたら、まあこのアイテムがもらえるみたいな。そんな感じになってね。なので、ちゃんと期間中は毎日ログインすることで、石20個と、絆のかけらが80個。 かな ?80 個ってなんか中途半端なんで、ま、あそれがもらえるんで、ちゃんとしっかり毎日ログインしてオラコインのクエストはやりましょうっていう感じ。さあ、霊舌<絶>まあ、これ貴族性でしょこれじゃなかったら、まさむはどこで使えばいいんだって、天馬とかに刺さってるわけでも、いや、タワーで押せるか。ま <laughs>、霊舌で刺してくるでしょ今までの流れの都合上、絶対もうまさむね芸って言われる未来が私見えて、ほら、貴族性ですまさむね芸って言われる未来私見えてるわ命があるから苦しむの。 なんかサ,ンサーみたいなこと言ってる <laughs> あっちは愛だけど <laughs> これホクとの剣コラボの服何でもないっすでやっぱきああやっぱ貴族性だねそれはやっぱ外してこないかロバーなんかのこれ意味あんのかな,いやなか見た目はなんかもう完全に弱点がこことこことこの足元にありますよみたいな, <laughs> なモンストだがこんな感じのイメージも出てくる 初降臨日。はい、うん。まあ、初降臨日は明ってでしょ朝じゃんいや。いや、そうね、2日だね。で、夜7時から空いてますと。で、新獣進化にもなってますよと。まあ、正宗ね持ってるかどうかで <laughs>、多分勝ちやすいかどうかみたいな。ああ、でも、ホーサーみたいにあんな綺麗に作れるレストまた作れんのかって言われると、ちょっと難しそうだけどね。 うんまあこれはそのね前と普通にあの今までの仕様でしたねワクワクの実もダメですボスドロップです連勝ボーナスありますこれはフォーサーと一緒かな続きましてで一月前半のシーベントこれが最後のイベントだったっけでシートラーマビーマおビーマ違うてもう私の頭の中もうフェイトのフェイ別にフェイトが特殊じゃないからあれ神話使ってるだけだから他のねモンストも全然やります。 で、一応これ気にしておきたいのは、終わりのイベントの時期だね。16日って結構早めだから、やっぱコラボの可能性、これ私でかいんじゃないので <laughs> いやなんかコラボの予感プンプンするんだよな。去年ガンダムしてたし。ま、あその辺もありますよっていうことだね。 これまた次にラーマの時も出てきますので、見ておいてくださいね。おい、シータとラーマは同時にいられないって FGO で私見たぞ <laughs> まあ別にその設定遵守しなきゃいけないのかどうかよくわかんないけど。いやでもこれ一緒にいるんだね。ちょっとフェイトの人は喜ぶかもしんない。で、貫通性規子、バランスクリティカル、重力ワープ、転送壁か。ああ、でも貫通転送壁だから一応ママゴし適正ってことね。で、回復と、 短縮とダッシュも持ってますよと。ま、ああのクエストダッシュあると助かるしね。で、SS が、触れた敵をアクセル。あー強すぎこれ。<laughs> 強すぎ。<laughs> まあ、ま、ゴアシでこれ強すぎやろ。いや、これ加速しまくってめちゃめちゃ動けるじゃん。っていうか、えなんと、あーでも24ターンってクソ重々 SS じゃん。えー、じゃあ激重女なのね。で、超絶貫通拡散なんとアタッチボムだから。 まあ弱点を移動した時にちゃんと弱点に生き残ってたら爆発して倒せますよみたいな感じには一応なってんのか。だから多分ママゴワシだね。SS がはちゃめちゃに重いからちょっとあれなんですけど、まあ SS 使ったらあのクエストで加速しまくれるっていうのはもう強いだろみたいな感じだから、まあ強いでしょうね。ママゴワシで適正持ってない人はこれ引けたらすごい使えるみたいな感じかな。こちら ラーマの方に関しては、貫通聖騎士スピードクリティカル、ダメオ地雷。これも転送壁か。でも光属性の闇転送壁 闇天いや、そうだね。パッと出てこないな。で、弱点キラーに超レザースと SS が弱点露出あ、8ターンだったら、もしかしたらルイス・キャロルみたいに継続できる弱点ロスだったら強いかもね。で、爆絶次元山。まあ、爆絶と弱点キラー持ってるから、威力は弱点に当たったら結構高いですよ、みたいな。まあ、あそんな、ちょっとこれ、もう新春で多分めちゃめちゃ長い話してるから、交渉は <laughs>、ちょっとパパッと進んでいくわ。まあ、でもパッと使えるとかはないけど、弱露できる必要なクエストだったら、めちゃめちゃ強いみたいな。多分そんな感じになりそうね。弱露と弱点キラーもみ合って、 まあどう見てもパワー型の雰囲気はしないけどーーえ攻砲撃 <laughs> 砲撃の見た目じゃないでしょ君はで反射の聖騎士砲撃ガイドマインスイーパーと転送壁に重力だからあいや光じゃないよな多分あそこそうね刹那のとこはあれだねワープ転送だからなでバイタルキラーはスワビに乗ってきますランダ反撃モード エナジーポッドあエナジーポッドついに砲撃型でやってくるんだでも、工場で出してくるっていう感じなのね。さらにそこにバイタルキラーとかも乗ってくるから、多分威力的には、キリンジと同じ感じになるかな有利属性に出してる。だからそれが、あの、どの属性にも出せるっていうのがこのキャラの強みみたいな感じなのと、あとは反撃モードで、エナジーポッドって出した時ってどうなんだっけ自分のそ場所からそのままボカンってなるタイプだったかなまあ、それだったら、エナジーポッド好きなところに当てられるんで、あちょっと、面白い使い方でき そんな感じのキャラだね、まあ、とりあえず新春で石を使い切った私たちにこのガチャを引く余裕はかけらもないむしろあったら貯めとけコラボのためにはい以上そして続きましてこちらああほら梅<い>さん私たちの気持ちをわ分かってるどうせこんなガチャ <laughs> おめえら引かねえでしょ無料で引かせてあげるよっていう優しさだね 正直、新春無料の方が嬉しいですけど、そこまではちょっと言わないっす <laughs>。いやでもこれ引いてだから出てきたら、ラッキーってことね。シーター特に出てきたらママゴし適正だから、まあ今、ジョータロウとかが無双してるんで、まあ、それ、これが使えますよ。で、ネオも弾けたらネオとシーター組み合わせていけるからね。次回のモンストニュースは、こちら次回のモンスストニューは1月4日で、この時期はね、もう新春で私たちは力を使い果たしてるから、まあ何もねえかなって思ったら、 ガンダムコラボやりますって言ってきたんですよねいやだからここはねちょっとどうなるか気になるワンチャン私進撃復刻なんか前半にやるかなみたいな <laughs> 1月1週間だけ進撃復刻やるかなみたいな予想もちょこっと思ってるけどまさすがにそれは期待していかないやでも1月呪術回戦終わったばっかだから呪術コラボの伏線とかねえかないやその辺も楽しみだね よくわかんないっす <laughs>。いや、そんなわけで、ま、あやっぱり、マサムねだね、ま、まさむの性能は、ま、あぶっ壊れでしょ。で、使ってみた動画も多分この動画出てる子には出てるんで、ま、あその辺も、どういう感じで気になるかな。いや、もう見た目的に私はもうあれなんで、もう性能が強かれば弱かろうが、役目より下だろうが上だろうが、もう絶対に引きます。はい。 <laughs> あとはもう、攻撃型の友情は絶対にあれ強いでしょ。あれが弱いわけねえんだわ。しかもコピれるし。だから昔のネオの環境を、またもしかしたら取り戻すみたいな感じになる可能性も全然あるね。まあ、そんな感じで、まあ、使ってみた動画も絶対出すんで。え <laughs> よろしくお願いしますよね。あとはアナスタシアも、まあ、今日、実装するから、使ってみたてます。終わります。ごきげんよう。バイバイ。